教えて小林 P。 こんにちは、ドリームオーダープロデューサーの小林です。本日はデッキの組み方を紹介します。ドリームオーダーではオーダーデッキとメインデッキの2つのデッキを使用します。まずはオーダーデッキです。オーダーデッキとはいわゆるベンチ入りメンバーとなります。このデッキを組む時のポイントは2つ。1つ目はポジションについてです。スターティングメンバーとして先発を持つ投手と捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手を各1枚、外野手を3枚、指名打者として好きな選手を1枚用意しましょう。さらに控え投手を加えて最大15枚で構築をしましょう。この際、同名の選手は1枚しか入れることができないので注意してください。2つ目はコストについてです。各カードの左上にはその選手のコストが記載されています。オーダーデッキに使用できるコストの上限はチームカードに記載されていて、スタートデッキでは野手のコスト上限が10、投手のコスト上限は5です。オーダーデッキ内の野手は全て出場するため、野手は指名打者を含む9枚のコストの合計が10以内に収まるように組んでください。投手も出場した投手の合計コストが5以内である必要があり、この際出場していない投手のコストはコスト上限に含まれません。例を挙げると、画面上のオーダーデッキには2コストの先発投手と控え投手が5枚います。この6枚の合計コストは7となりますが、この時点では5を超えていても問題ありません。あくまで出場した投手のコストがコスト上限にカウントされます。コスト2の先発ピッチャーからコスト2の中継ぎピッチャーに交代、その後コスト1の抑えピッチャーに交代した場合、出場した3人の投手の合計コストは5となります。コスト2の先発ピッチャーからコスト2の中継ぎピッチャーに交代、その後コスト1の中継ぎピッチャーに交代、さらにその後コスト1の抑えピッチャーに交代しようとしても3人目の時点でコスト5となるため、コスト1以上のピッチャーに交代することはできません。以上、2つのポイントを押さえた上でのオーダーデッキの例がこちらとなります。続いてはメインデッキです。メインデッキは30枚で組みましょう。入れられるカードは選手カードと戦術カードの2種類です。この際、同じカード番号のカードは3枚まで入れることができます。同名選手であってもカード番号が異なればそれぞれ3枚までデッキに入れることができるぞ。これを参考にして自分だけのドリームオーダーのデッキを組んでみてください。それでは